世界の核軍縮について話し合う会議が現在スイスで開かれていますロシアが核の威嚇を繰り返すなど不安定な国際情勢の中世界に向けて反戦のメッセージを発信した被爆者の思いを取材しましたまもなく運命の日8月6日がやってきますあの日私は 原子爆弾にカメラに向かって話す被爆者の森重明さんこの日世界に向けてビデオメッセージを撮影していましたやっぱり平和が一番だよということを気がついてほしいなと思います森さんは8歳の時爆心地から2.5キロの自宅近くで被爆通っていた国民学校の校庭で 多くののの遺体が焼かれるのを目の当たたりにしましまその後、広島で被爆死したアメリカ兵捕虜について40年以上調査を続け12人の身元を特定しましたその功績が認められ2016年にはアメリカのオバマ元大統領とも対面しました。今月22日 ススイスジュネーブで開幕した国際会議ロシアなどによる核の威嚇が繰り返される中 NPT= 核拡散防止条約について各国の代表が議論しますそのサイドイベントである映画が上映されました。Thank you. 待ち続けたと森さんの半生を描いたドキュメンタリー映画、ペーパーランタンです。アメリカ人の監督が制作しました。映画に続き上映されたのは森さんのビデオメッセージです。まもなく運命の日8月6日がやってきます。戦争反対掛け声だけではダメです。本気で。 平和運動をしてください広島から訪れた高校生や各国の参加者が耳を傾けました森さんは映画の上映会が開かれるという知らせを受けた今年の春ごろからメッセージの内容を考え続けていたといいます僕は何の力もも、ないけども一 趣味市民に少ないけども実際に原爆を受けた人間がどういう気持ちで原爆を体験したかそれを知ってもらいたいと思ってそういうことをしてこの8月6日を迎えたいなとそう思いますジュネーブの会議には広島の代表も出席しました。 また、湯崎知事は核兵器に頼らない安全保障の必要性を訴えました核軍縮への鍵となる会議は来月2日まで開かれます。